私の方はね、最近アメリカのトーナメントのシリーズが始まってしまったので、なかなか日本にいる時が少なくなってしまったんですけども、その僕がいない間にね、なんか戦後最大級の台風が近づいたらしくって、琵琶湖の方はね、その濁りの影響がまだ、を引きずっているようです。そんな秋の中、皆さんどんな釣りを楽しんでおられますか？はい、琵琶湖もですね、本当台風でひっかき回されてもうめちゃくちゃになって、本当釣りづらい日とかがあるんですが、まあ、それ以外の日は割と秋らしくって釣りやすくなってきました。本当に皆さん思い思いのルアーで好きな釣り方で数釣りを楽しんでおられるようです。ところで、先日行われましたフィッシングトゥーバッシングのシュアートーナメントには、なんと568人の方に参加していただきまして、本当にありがとうございました。私は当日は検量係ということで、釣りはしないということで行ったんですけれど、皆さんの姿を見てると、どうしても釣りがしたくなってちょっとやってみたんですが、一匹も釣れませんでした。で、ユミちゃんはどうでしたか？はい、私は京子ちゃんを差し置いて、トーナメントに出場したんですけども、兼量してた京子ちゃんに会えませんでしたね。そう、待ってたんですけど、ということは釣れなかったんですよ。でも純子ちゃんはね、釣れましたからよかったですよね。もう嬉しかったです。私バス釣りを始めて間もなしでしょ、だからトーナメントというもの自体出てもいいのかどうかってちょっと不安だったんですけれども、でもまあそこそこにこれぐらいのやつですけども、いい2匹釣れてよかったです。はい、2匹の数にね、あの魚を入れるっていうのはね、もう恐ろしい話じゃないけども、ちょうどね、検量が終わってその集計してる間にね、ちょっと僕がねレクチャーっていうのをねいくつかやってみたんですけども、今回はねその中から、誰にでもね簡単にできる、ピッチングの方法、その練習の仕方をやってるので、一度見てください。魚がねピッチングするときに、スピニングでも何でもそうだけども、こう細かいとこをこう寝ろていくときに、ピッチングっていうやり方があるんやけども、そのときに一番基本はね、スピニングでもベイトでも必ずリールの位置、リールの位置にルアーを持ってくるんですよ。リールの位置に、これがね極端に短すぎたら投げようとするときにこんな手になってまうし、これが長すぎたら今度振り出せへんしね。一番ええのは、大概よっぽど特殊なスポーツしてる人以外は、手伸ばしたら手の長さと一緒でしょ。だから、自分がリールを持ってるとこっていうのは右手の位置でしょ。ほんなら、それに合わせてルアーの位置持ってくる。そしたらね、平行で動作ができる。これがこうにもこうにもならへんから。ほんで、一番簡単な基本が、とりあえず、今、例えばユミちゃんの足の間、あれを狙うとしたら、この距離で、引っ付けてるよ、左手こう離したらね、まっすぐ行くでしょ。それこれで、だいたいこれぐらいの今の距離だったら、これで、左手離すだけでほら、あそこまでは行くんでしょ。これがもし水の上やったら、こっから糸出したいだけでしょ。ほんで、今度ね、これだけやったら自分の釣りたいとこまでの距離いうのがほら、こう限られるでしょ。限られて、例えばちょっと距離があって、このままでやったら、ほら、ユージャーの足に届かへんでしょ。そしたら、ここから左手離して、振り子が一番前へ行った時に指離すんですよ。ここの、リールのスプール止めてる指。これは離したいだけ。ただ、振り子が一番前行った時にリールの指離す。そしたら、ちょっと距離伸びるでしょ。ほんで、今度、もうちょっと距離ある時やったら、振り子のスピードだけで、指離してもルアーが届かへんでしょ、ね、そしたら今度初めてこっからこの竿をこう振るっていう動作、振るっていう動作ね。そしたらこんだけの距離がね、振るっていう動作をしたらこんだけの距離出てくるね。こうほんでこの時にみんな間違うのが、さっきの一夜半に言うたやつで、こういう感じで持って、こう投げようってするんだよね。ほんで投げようってした途端に、一番大事なその近い距離で、こう来て上からドボンって落ちる、ほんまの、上からキャストしても同じ強さになってしまうから、このピッチングするのは何やったら静かにスーッと落とすっていうのが大事やから、ただ振り出すだけ。ね。要はテレビでな、
こうやってなんかすごいキャストみたいにこう言うとりゃ杭の後ろ回すの、これ30分練習したら誰でもできたから、すごいことも何もない。誰でもはい、ああいう形でね、ピッチングっていうのはね、本当コツさえ、その理屈さえ覚えたらね、誰でも簡単にできるんですよね。だから皆さんもね、家で30分真剣に練習していただいて、まあそこら辺でね、こちょこちょええ学校言うとるやつ、あんなやつが言うてんのは大したことないやろというのをね、皆さんが分かってくれたらね、またもっと前へ進む思うんですよね。ほんでこうやってね、僕もええ学校言うてるんですけどね、実際これ何年かのうち一遍真剣に悩むことがあるんですよね、釣りをしてると、今回のプロ戦本当にその状態に陥ってしまって、トーナメントが始まる前からね、今回はゼロで帰ってき、来てしまうやろと、そういう中でイライラしながら、のた打ち回ってるトーナメント、それを一応見てください。台風が来てるんですよね。ほんで今日初日、この1日の試合で、終わりそうな、決定です。1日で時間も短縮されて、僕の釣れる時間は約3時間半。ほんで今回ね、アメリカから帰ってきてこれまだ3日目なんですよね。ほんでプラクティスで、出てみた結果ね、いつものこの秋の台風なんかでの濁りの時に僕が一番得意なパターンが全て死んでるので、本当は今の時点ではね、ウロが来てます。どうしていいのかっていうのは今判断にすごい、困ってます。ただ3時間半なんで、この秋に僕が魚を釣ってるエリア、それを完璧に釣っていきたいと思います。結果はひょっとしたらゼロで終わるかもしれない。わからん。わからんわからん。28センチぐらい思うけどな。
日私はですね、下野さんがトーナメント中にどういう釣りをしてるのかっていうのをね、こう何回キャストしてヒットして釣れてどうのこうのっていうのを細かく書こうと思って一緒にカメラ線に乗せてもらったんですけども、結局後で見てみると魚は釣れてない、バックラッシュはしてる、おまけにロッドは落としてる、もうなんか散々だったんですけども、その間に吉住さんはどこに行ってたんでしょうか。はい、僕も木の浜の沖で悪戦苦闘してましたね。はい、下野さん差し置いて釣るわけにいかんと思って、ほどほどにしときました。本当に大変でした。今回本当台風がね、すごい影響を与えててね、とりあえず今回の台風いうのがね、雨のない台風でも風の濁りっていうのがね、すごい影響を受けてるんですよね。普通ね、雨が強く降っての濁りっていうのは比較的、濁りの取れるのが読めるんですよね。それがね、今回は全然読めないと、本当にいつまで経っても濁ってると。でただ湖はね、秋の状態になっててね、魚自体はね、ちゃんとした場所にいて活性は高いんですよ。だからね、今回買った吉田君みたいに、その濁りの狭間のすごいワンスポット、それを見つけ出した人っていうのは、話聞いてるとスピナーベイトとかでね、すごく簡単に、6キロ以上の魚をその短時間で揃えてると。ほんであともう一つのパターンは、秋の一番基本的なことで、シャローの、ストラクチャー周り、それをね、丁寧に丁寧にその4時間を打った人に、5本のリミットが揃えられて、上位で来てると。だから僕みたいにね、今年比較的、ちょっと岸から離れたとこで、楽な釣りをしてた人間はね、それに短時間やからっていうことで頼ってしまったんですよね。ほんで頼った結果、そこのバスが口を使ってくれない、挙句の果てにはリズムが狂ってね、バックラッシュはし放題の、ロッドは泳がすね大変な、ね、もうイライラしたね一日を過ごしてしまったんですけども、こういうトーナメントのシーンとは別に、バス釣りでまた楽しいシーン、それをね、亀野さんは経験してきたんですよね。はい、楽しかったです。はい、最初はね、強化合宿ということでちょっと怯えながらどんなに岸ごかれるのかなと思っていたんですけども、まあ安心しました。本当に至れり尽くせりで教えていただいて、まあ釣れたら機嫌よくなりますし、ね、本当景色も綺麗だったでしょ。綺麗でした。だから琵琶湖ってね、私が知ってる限りではお水が汚かったんですけども、あんなに水質の綺麗なところが、はい、琵琶湖北まで行くとね、マスケートの魚も住んでるんですよ。それぐらい綺麗とこなんですよ。なんか綺麗綺麗とか ここらじゃないですね。なんかみんな強化合宿ってそんな厳しなかったでしょ、どうせ。あ、でも亀ちゃんの場合は丁寧に教えていただいて、丁寧にね。私のジレコでもものすごい寒い中一人でずっと釣ってても下手くそとかありませんでした。亀野さんは誰に丁寧に教えてもらった？え、もちろん吉住さん。吉住さんでしょ。私もそうだったんですよ。全然違うちゃいますか。ちょっと楽しそうでいいけど、まあみんながね、まあどれぐらい楽しいのか、じゃあちょっと見てみることにしましょう。ちょっと聞いてたと思うけど、右利きですよね。はい、まあ、ここにこうかけて、この3本でしっかり人差し指を押さえる。人差し指は自由に動くようにして、それでこれが、ここがね、これが全体がベイル、これガイドローラー、はい、引っ掛けて、第一関節のここで引っ掛けてみたら、はい、お腹、指の、引っ掛けるのかな、はい、うん、で、引っ掛けて返す。引っ掛けないで返したら糸は出てくる。だからこれで引っ掛けてるのを人差し指にでその代わりを刺すのね、はい、で返すでしょ、はい、返して投げるタイミング、はい、合わせて人差し指を離してやれば飛んでいくから、はい、うん、飛んだ飛んだで巻く、そうで、さっと竿を立ててシューッと巻いてきて、そしたらルアーが水面出るでしょ。それがギリギリの速度、出るか出へんかのギリギリの速度、はい、それくらい、それぐらいでずーっと巻いてきて、手前近づくに従って少し差を倒して、下に倒して、うん、もうこの辺で釣れへんなと思ったらもうギュッと巻き上げて、次のキャストにひたすら繰り返す。はい、前に飛び出すタイミングとこの指を離すので糸がフリーになって出ていくっていうのをね、説明したいと。次ね、2人の投げ方ね、
こうやろ、横から小で抱えて、はい、野球のボール投げるのと一緒ね。そしたら顔の反発力っていうのは使ってないわけで、この竿はゴルフのシャフトと同じ材料、竿の反発だけでね、ピュッと前に飛ぶわけよ。だからそれを利用して投げていくの。だからこっからで止めてしまえば野球のボール投げるのと一緒だから、狙う方向に竿先を持っていって、こっから持ち上げるの。持ち上げた時にピッと止めたら後ろへしなるでしょ、はい、後ろへしなって、そこで力が溜まって竿が自然に前に飛び出そうとするときに、ちょっと右手で押し出して手伝うだけ、それを、はい、そしたら楽に飛ぶようになる。それを心がけて、コツはね、バックキャスト、持ち上げる時のこのスピード、これバックキャスト、これをしっかりつけてピタッと止めてやる。ピタッと止めたらここでテイクバックいて、はい、後ろ向きに持ち上げたルアーが、はい、こうどういったの、ルアーの寝方がね、後ろにかかるでしょ、かかって竿にグッと力をためてから前に押し出す、テイクバック、うん、ここ耳の横あたりでピッと止める練習、うん、こうで竿がグンと後ろに引っ張れるまでこうピッと持ち上げる練習しに、こう、なんかあんまり、大丈夫、グッと持って、うん、しっかり持って、でこれもうちょっと見ない、脇締める脇なに怖いの、嬉しい、えまた来た、おー、ひっひっひっひすりました。
なびきいいんですか。魚魚それ合わせた。はい。違う。なんか掘り投げる。取れたわ。ゆるゆるしてる。魚魚。いや物が入られた。入られんように、ほらほら。もう二だけに倒してたが。魚外れた。あ、いけるいける。うん。持ち上げる。今言ったように。やった。すごい、すごい。重たい。昨日の大きさ。どんなもんだ。もう大変。釣れました。釣りましたって言えるようにならなかな。景色もすごく綺麗だったんですけども、その分目立ってきたのがゴミなんですよ。カンカン今回ね、はい、せっかく楽しんだのに ね、最後カンカンコロコロっていうやつね。とりあえず今あの琵琶湖のね岸沿いっていうのは、釣り人がねすごく多くなって、それと比例してねゴミがすごい多いんですよね。だから皆さんねきっと持って行き品っていうのはね、中身が入ってて重かったはずなんですよね。で空になったら反対にすごい軽になるんやから、そのまま持って帰ったらええのにね、大概持って帰らへん、なんか変な感じですよね。はい、ほんでこれからね、秋、釣りをしていくにあたってね、どういうことを考えていったらええかっていうのをね、今度は魚を釣る方やね、それをね吉住君にやってもらってるんですけども、今回はどういう考え方で釣れました。はい、秋ということで割とルアーを選ばずにいろんなルアーで釣れるんですが、はい、まあその中で、まあ、よく釣れるんですが肩が小さいっていうジレンマがあるんですね。はい、だから少しでも肩のいいのを狙おうということで、はい、大きめのルアーを選びました。はい、で大きい魚っていうのが割と底についてるんですが、うん、結構水面付近にまでそうやね、餌を追ってきてるっていうか意識してね、秋の始まりの特徴で魚はボトムにいんやけども、うん、上を意識してる。ほんでそれがだんだん秋深まってきたら、僕がいつもやってるみたいにボトム近くでちょっと上を泳がすみたいなね、うん、それのもっと水面近くやね。そうですね、そこへ比較的はっきり出てきたりとかするしね。ですから最初にその水面、はい、表層ですよね、それはこのサミーで、サミーの100ミリ一番大きいやつですね。でそれで出にくい時に少し沈んだところで、スピナーベイト、はい、でそれでもダメな時にこういった、大きなリングワームですね。ほんとまあこの季節しか使えへんやつやね、うん、秋らしい感じの釣りをしてきました。はい、はい、おはようございます。今日はですね秋の釣りっていうことで、秋らしい釣りをしたいと思うんですよね。秋の特徴といったらね、そうですね、とりあえずたくさん魚がどこでも釣れてしまうっていう感じね。湖全体に魚が散って全体の魚がこう活性が上がっていくんで、よりその中でより大きなサイズを狙いたいなと思うんですが、まあこれは釣り人の常やと思うんですけどもね、なかなかこう秋になるとよく釣れるんですが肩は選びにくいっていうのが実際によくあるようですよね。ですからその秋らしい釣りをしながらかつその少しでも大きい魚を狙うっていうことで、ルアーも今日は大きめの、サミーの100、それからスピナーベイトですね、デルタフォース、それがダメな時のフォローに、リングワームの9インチ半7グラムで、これで底を取ります。この3セットで多分いけるんじゃないかなと思いますが、まあ、やってみないと分かりません。
し出た。ああ、うお、出た出た。見えた。あ、バレました。もう一回出ろ。帰っていった。エキサイティングやね。くそ。また今度はちっちゃいな。まあまあか、でも、まあ、ちっちゃいわ。小ぶりのやつやね。いいのは出たけど乗らへんね。あれ映ってたかな。これぐらいのは乗るけどな。なかなか手強いね。ちょうどこれかなり大きめのね、4メーター50から、ね、6メーターぐらいにまで落ちてるブレークの駆け上がりですね。ブレークラインのショルダーの部分です。ただ魚はサスペンドしてるんじゃなくてそこについてるような感じで、本来ならこれ、この間のプロ戦の時なんかもジグヘッド、かなり軽いめのジグヘッドを沈めてそこを取ってブレークに沿わしてね、ずるずると引いてくると当たりがあるっていう感じやったんですが、今日も多分そんな気がします。上ずった感じはしないんですよね。真下からドーンと飛び出してくる感じの出方をしてますね、魚自身が。今のはちっちゃいな。小さいのは上ずってるのかもしれんね。これ小さいのはちょっとサスペンドして水面付近に出てる感じで、それなりの出方をしますね。肩のいいのはドカーンと下から飛び出してくるような感じで。ほらね、乗らない。振るのが下手ないな。はい、これあのトップでちょっと出が悪かったんでスピナーベイトで少しあの深いところですね、水面から50センチぐらいのところやってみたんですが、まあ、あんまり反応が良くないっていうことで次に、テキサスに切り替えていきます。はい、テキサスですね。これもう結局トップに反応してたような魚なんですけども、まあ、時間の経過とともにちょっと反応が悪くなってきたということでそこを取り始めてるんですよね。で、まあ、これ標準的なタックルのバランスなんですけれども、テキサスリグ6フィートぐらいのワーミングロッドに12ポンドから14ポンドで7グラムのシンカーで、フックはこれ若干小さいんです。通常こう9インチ半とか11インチっていうと30、40、50っていうサイズを皆さん使われるんですが、まあ、この場合食い込み重視ということで、やや小さめのフックをセットしてますね。これが今回の特徴だと思います。サイズが、20か10、これぐらいのフックサイズの方が、食い込みもよく乗りが良かったですね。まあ同じ大きいワームを使ってても即合わせでいける場合っていうのは割と大きめのフックを使っていくんですが、食い込み重視で、まあ、こうやや乗りが悪い時、送り込む時間が長い時、必要な時はフックサイズを落としていきます。まあ、ボトムについてのアクションですが割と派手ですよね。ずるずる引いてるようですが、これ意識的に、底を切って浮かすように、そして止めて、
できるだけこう水中でワームが立つようにね、9インチ半の長さを利用してね、利点を生かすように、まあ、ボトムバンプっていう感じで、ドットワークは割とストロークは大きめですね。あら、特有やな、大型。おでかいでかいでかい。よしよしよし。9インチ半の威力やね、さすが。秋はね、9インチ半使ったって。何使ったって、あんまり大きさ変わらないんだけどな。だよね。はい、秋のバイトの特徴としたら、割とラバージグでも、まあ、4インチワームでも、結構ショートバイトなことが多いんですがね、この9インチ半に限りましては、もう食ってくる、9インチ半の長いワームを食ってくるっていう段階で結構送り込む必要があるんですよね。でまあ、なかなか離さないっていうの、その理由付けとして考えられるのは、割ともう9インチ半っていう大きいワームを食いに来る、食う気のある魚っていうのがもうその段階で結構やる気があるっていうことですよね。まあ、ですからまあなかなかこう吐き出しそうで乗りにくそうなワームなんやけど、実際使ってみると食わえてる時間が非常に長い、下手すれば飲み込んでしまうっていう感じですよね。当たってる当たってる。これはちっちゃい小ぶり、しっかり送り込んで、あ、離したな。秋の特徴やね、大きい魚も小さい魚も同じように連れてくる感じ、ね、9インチ半にしようがペンシルベイトでやろうが、大きいのもちっちゃいのも混じってよく釣れるってやつやね。サイズによるこうパターンの、はっきりとしたパターンがちょっとこう入り混じってくるんやね。魚が全体に散っててどこの場所でも釣れるし、またどのルアーでも同じようにどのサイズも反応するっていう感じで、秋はサイズを釣り分けるのが非常に難しいですよね。強いて言えば、やや少しサイズの大きめのルアーを使っていけば若干型は選べるんですけどね。トップウォーターならサミーの100ミリですね、一番大きいサイズで、テキサスリーグやったらこういった9インチ半、12インチといったかなり大きめのものを使いますね。秋はベイトフィッシュも餌もバスが捕食している餌そのものもかなり大きくなってきてますからね。そういった意味で当たったよ。これは中間的やな、中間サイズ。あ、ちょっと小ぶりか。うドッパー。
当たった。1回目当たったね。すぐ離す可能性あるからね。これはくわえ込んでるかな。離したな。加え直したな。いきますよ、合わせ。よいしょ。これも多分ね、しつこを送り込んだからね、飲んでると思いますよ。よし、帰ろう。当たった。これ左走ってんな。これも小ぶりやね。持っていき方がちょっと小さいかな。中間ぐらいかな。もういいか。よしよし、あった。よいしょ。どうだ。吐き出しそうやな。ああ、吐いたな。テールだけ加えてるとかね、そういうの多いし。よし、もう一回当たった。これは大きいかもしれんな。これ大きそうな持って行き方やね。行くよ。よっしゃ。大きくないか。よいしょ。よいしょ。もう横にかかっとったな。当たった。よう釣れますな。当たったけれど、どうや持ってるか。吐いたかな。こっちに向かって泳いでいけるのかな。よいしょ。よし、乗った。よう引くな。うわっ、ね、今度は飲んだかな。よいしょ。お、ちょっとほら喉にかかってる。ね、この時に見えるかな。これ上からね、口の上からこうグイ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 外そうとしても非常に無理があってね、外しにくいから、エラね、針のゲイブの方向、この針の曲がってるゲイブの方向を確認してね、ゲイブの向いてる方ですね、針先の向いてる方の一番外側からエラのね、この後ろ、こう一番外側からエンチを入れて、こうこれをクリッと引っ張って下に向けて指で押さえて固定して、これで抜いてやれば全然ダメージないからね。はい、おかえり。
で速合わせで乗ってくるときはそれでいいんですけどね、それが一番いいんですよ。なかなか速合わせでは乗らんっていうのが多いからな。動かし続けてるときとか割と速いテンポでワーム動かしてる場合は頭から吸い込んできますね。それとか軽いシンカーを使ってるときも比較的速合わせでいきますね。重いもので底を止めてステイさせてワームを立てた状態で誘ってる時、そういう時に当たった魚はやっぱりちょっと針の方にまでなかなかかかりにくいからね。1回目に吸い込んだ時にもうフックの部分まで口の中に入らないから少し送り込んでやるんですよね。そうするとやはり飲み込まれやすいですから。魚は底べったりですよね。朝一トップで何発も出たような出るだけの魚っていう感じ、同じ場所ですよ。朝言った通りやっぱり魚はそこですよ。テキサスで底を取ってポーズを取ってしばらくしてからコンと当たりますから、そこやけど朝なんかは上ずってるっていう感じでね。ポジションはそこやねんけど結構上にある餌を頻繁に追ってくる、水面近くまでね餌を食いに来てるっていう感じですよね。少し時間が経ってトップには反応しなくなったんで今度テキサスに変えてます。朝にねこうトップで綺麗に出すことができたんですが、残念ながらその魚をこう 3本出しながら乗せられなかったんでね、悔しいんでどうしても釣りたいと思ってもう一回戻ってきました。もう一回トップでやってみます。それでダメならあの出方の限りではおそらくブレークのショルダー付近ですね、で4メーターぐらいのところから飛び出してきてる魚やと思います。非常に下から水面の上まで勢いよく出てくるもんですから、なかなかこう乗りにくいっていう感じですよね。魚の出方もガボッとこう吸い込むようにとかペンシルベイトをこう消し込む感じでもう天空じゃなくてもう体全体をね空中に浮かしてジャンプしてこう出てくるんでね、多分あれはそこの魚ですよ。当たった、当たりましたよ。ちっちゃいな。これは上ずってる小さい魚やな。表面に浮いてるね、サスペンドしてる。しっかり送り込んでいくよ。もうええやろ。よし、乗った。あ、小さくないわ。釣り返したぞ。トップウォーターでミスったやつを。まあまあの方やと思いますよ、これも。ほら、でかいでかい。これは抜くか、抜いた方がいいか。よっ。コンディションあまり良くないな。がっぷり飲み込んでるね。魚がすごくこれ浮いてる、上ずってるっていうやつかな。上ずってるんじゃなくて、完全に浮いてしまってますよね、背中見せて。サイズは小さい魚ばっかり、ほとんどがブルーギルとか小型のバスばっかりだと思いますけどね。これに惑わされてると底を取ることを忘れてしまって、
大きい魚が一日中やっても釣れないと。秋によくはまりやすいパターンですね。ほらすごい、ほらこう持っていくからね。9インチ半で当たったら持っていって加え込むんやけどね、4インチはすぐ吐き出したりとかするね。不思議やねこれ。で9半を口にするっていう段階でも魚そのものやる気が違うのかな。9インチ半を離すっていうのはあまりないから、思い切って送り込んでいいと思いますね。4インチのジグヘッドとかスライダーワームやクリンクルカットで4インチグラブとか割とツコンと当たったらすぐに合わせを入れていきますけど、まあ、もちろんそのワームそのものも当たりと同時に合わすぐらいで乗ってくる仕掛けですけども、それでも間に合わないっていうかすぐ吐き出してしまってる場合が多いんだけどね。吸盤をコンコンと加えてくるやつっていうのは小さくても大きくても割とそれに反応した魚っていうのは食い込んできますね。不思議やね。吉住さんすごいですね。もうあんな削れたら暇でしょ。反対に私今度教えてもらうに行きます。行きましょうね。ね、なんで行きましょうね。決まり、はい、みんなで行きましょう。あの京子ちゃんがね、一人で行ってもね釣れる季節ですよ。別にあの誰に優しいしてもらうでもね釣れる。あのただね、皆さんもこれからあの1ヶ月ぐらいの間かな、頭に置いといてほしいのは、とりあえず魚はボトムにいてると。でもね、ある時間帯は、ある程度その表面でも誘い出せると。ほんでなおかつ表面誘い出すとね大きいと。ほんでね、あの一つだけ間違ったらあかんのはね、今度そういうのに出てこない時にそこで、釣る場合もね、そこについてるバスはまだ上を向いてるんですよね。だからズル引きでは絶対大きいのは来ない。だからあのそこで釣る場合でもちょっと持ち上げて落とすとかね、そういうアクションを、加えるようにすると、この秋、皆様ねきっとランカーに出会うでしょう。毎回コミュニケーションネットワークにたくさんのお便りありがとうございます。今回も楽しいお便りいただいてますので、その中からいくつかご紹介させていただきます。まずは宮城県の高橋博さんからですが、バスフィッシングを本格的に始めて5年くらい経ちますが、やっと50アップが釣れましたので、心の師匠でありここまで熱中させてくれた下野さんに見てほしくて写真を送りました、ということです。そう、ほんまこれすごいね、86型のバスでね、54センチ2500、大きいですね。はい、そして東京は武蔵野からいただきました。松島博さんから写真2枚と手紙です。はい、バス釣りにはまって1年で、縁があってこの春にフィッシングトゥーバッシングに出会うことができましたということなんですけども、このビデオを見ながら、もしものさんの言う通りにクリンクルカットの赤を使ってやってみると40アップが釣れたということで嬉しさ余って、はい、これもね、あの A バスですよ。釣ってるのがね、相模湖やいうことなんでね。ほんであのこの松島さん、ちゃんとねええとこに気がついてくれてはるのが、あの今たくさんおはがきで質問とかいただいてるでしょ。ほんであのその中でね大概質問してくれてはることが、もうこの F2B でもうすでにやってることが結構多いんですよね。だからあのバックナンバーをきっちりあの松島さん、全部チェックしたと。ほんでそこからあのいろんなことを覚えていただいてこのバスにたどり着いたと、そういうことなんでね、あの皆さんもね、バックナンバー、今疑問に思っているようなことっていうのはね、あの大体6割から7割はもうあの基本的なことはやってるんで、そこをもう一度ね基本から勉強してもらうと、松島さんみたいにね、こういう魚と出会ってバス釣りにねもっとハマっていけるんで、皆さんねもう一度チェックしてみてください。お便り寄せてくださいました高橋さんと松島さんには、下野プロと吉住プロのサイン入りのこのキャップを差し上げます。それではマンスリープレゼントの抽選です。まず最初に台場のリールを2名様です。神奈川県の相模原市ですね、羽賀康弘さん他1名です。
続いてラッキークラフトの CB50 とサミーを3名様です。この山でこっちでしょ。はい、東京都世田谷区の、田村さん、誠さんですね、他2名様です。はい、本当にねこの秋の季節、とりあえずバスを触るだけならねこんないい季節はないんでね、皆さん頑張って釣りをしてください。僕の方はねもうこれからねアメリカのトーナメントで、なんとか格好をつけて帰ってくるので、それも期待をしていてください。それではまた次号でお会いしましょう。さよなら。さよなら。